ってきてる？追ってきてるよね？なんだよ。いや、ちょっと盛り上げようと思ったんだよ。こっちが背中を見せると追ってくるようだ。たまに振り向いて動きを止めるのも手だな。
書室か。どこをどう探すべきか。よし、見つけたぞ。
人体模型の臓器？そういえば学校にあったな。始まったぞ。
今のコーラス部の卒業生かな。在校生じゃねえか。いや、どっちでもいいな。あるはずだ。おい、スクリーンを見ろよ。何だったんだ。これが例の印だな。4つ目も分かったし、屋上に行こうか。あとは花子さんを封印するだけだ。あそこから怪異が出てきたのか。封印するぞ。思ったよりもなんていうかでかいな。おい、驚いてる場合じゃねえぞ。まず一つ目。次のを封印するぞ。これで二つ目。残念、また邪魔が入ったぜ。
念願の封印タイムだぜ。あと一つだな。最後の一つだ。相手の目の色変えても持ってきそうだぜ。敵もこれで打ち止めみたいだ。さっさと封印してやろうぜ。これで終わりだ。封印が安定するまでしばらく様子を見ようか。あの子供の気配はここにはないね。出てきたら親の代わりにお仕置きしないとな。そういえば KK の家族は大丈夫なのか。うん、東京にはいないからな。避難させたのか。そこで KK を待ってるんだな。いや、俺はもう死んだことになっている。俺はあいつらに関わらない方がいいんだ。会いに行かないのか。必要がないからな。俺があいつを止めればこの町も家族も守れる。お前の妹だって救えるぜ。それで十分だろ。僕は何も伝えないのは良くないと思う。そりゃお前のことだろ。妹に伝えたいことがあるんじゃないのか。知ってたのか。ただの勘だよ。おい、封印が終わりそうだ。戻ろうか。うん、行方不明だったのはあいつじゃないか。すごい、封印できたんだね。もしかしてお兄さんが経験。もっと年寄りだと思ってたのに。おい、本物の KK が傷つくぞ。今の声が本物だよ。俺たちを案内してくれたのはお前か。ということはお前たちが学校をこんな風にしたんだな。うん、学校が元に戻ったようには見えないぞ。まだ何かあるんじゃないのか。花子さんの世界と通じている裂け目がまだ学校にあるんだ。詳しく説明するからもう一度部室に来てほしい。もっと救えるはずだ。
何かいるぞ。KK、行くよ。新しい技教えてやろうか。今の状態なら覚えられるはずだぜ。力をうまく使えよ。何が起こったのか教えてくれる？
僕たちは学校で噂になっていたおまじないを行おうとしたんだ。おまじないはただ願いを叶えてくれるんだと思っていた。本当はそんなものじゃなくて花子さんを呼び出すものだったんだ。よくあるパターンだな。平和な会議の方が稀なんだよ。関わらない方がいいに決まっている。それからどうなった？その時に部員の沢井さんが花子さんに取り憑かれた。それ以来学校に実体化した花子さんが現れるようになったんだ。僕たちもなんとかもう一度封印しようとしたけどダメだった。僕は影だけ残って動けたけど他の部員は。遊び半分で手を出すからそんなことに。ケーケー、まずは花子。分かってるよ。別にこいつらに腹を。花子さんについて他に分かっていることは？花子さんは普段は鏡の中にいるんだ。鏡を調べる。花子さんが現れた鏡については物質。トイレと校長室か。3階のトイレ。イライラしてるね。ああ、あいつら俺の真似事をしてこんなことを起こした。俺がやってきたことのせいで起こったんだ。言った通りだろ。俺とは関わらない方がいいんだ。それが一番安全なんだよ。ケーケー、光ってる。何が起こったんだ？鏡の世界か。ここに花子さんがいるのかな？外に。普通なら校長室は職員室から行けるはずだ。
転送してくれるおかげで少しずつ希望が見えてきた。いいことだ。頑張ってくれ。鏡が光ってる。よし、調べてみようか。ただあいつもここにいるはずだ。鏡が光ってる。よし、調べてみようか。まただ。あいつもここにいるはずだ。鏡が光ってる。よし、調べてみようか。まただ。あいつもここにいるはずだ。
鏡が光ってる。よし、調べてみようか。ただあいつもここにいるはずだ。鏡が光ってる。よし、調べてみようか。まただあいつもここにいるはずだ。戻ったみたいだな。ん？おい、廊下に何かいないか？足跡かな。さっきの気配の正体はこれか。追ってみようぜ。KK、まださっきのことを考えてる？今はこの状況を何とかすることだけ考えてるよ。あいつの親父に助けてやるって約束したからな。KK って意外と子供を助けるの好きだよね。好きでやったことなんて一度もねえよ。
まあでも気持ちだけはわかるからな。行き止まりだ。教室を通っていこうか。アキト、あの鏡を見ろ。ここに逃げ込んだのか。だろうな。俺たちも行くぞ。何の集会だよ。ついたのを引っぺがすのはそれからだ。アキト、こっちは本職だってことを教えてやれ。ああ終わったね。いや、まだだ。何かいるぞ。どこに行った？近くにいるはずだ。の痕跡を炙り出す。
今度こそ終わりだな。アキト、あいつを浄化するぞ。子供の遊びの後始末にしては骨が折れる仕事だぜ。そうだね。さすがにもう花子さんも出てこないよね。そう願いたいよ。最低限の後始末をしただけだ。花子さんも解放してほしかっただけなんです。取り憑かれてそのことが分かりました。そうか、それな。これで大丈夫か。はい、まあ言いたいことは山ほどあるが、助かったんだったらとっとと親心配させんじゃねえよ。本当にありがとうございます。KK が家族と離れている理由が分かった気がする。俺も説明する手間が省けた。でも KK がいなかったら彼らも救われなかったよ。だから KK が戦ってることは無駄じゃないよ。卵が先か鶏が先かみたいな話だな。素直じゃないな。そういう性分なんだ。妙な気配を感じるな。そうだな、あのプールを調べてみるか。夜の学校ってのは肝試しには最適だな。ただの肝試しならいいんだけどね。鬼の居場所を探してくれる？こいつら、なんでこんなところに。アキト、この犬を守れ。そっち？
これで終わりみたいだな。鬼を呼んでもらおうぜ。もう大丈夫だよ。いい感じじゃねえか。あ、なんだ。邪魔しないでほしいよ。頑張らないと全部救えない。食べるかな。よかった、食べた。
僕に言ってくれ。おっと、出てきやがったか。だが、こんな時に。電源を復旧できるかな。電源なら、あのライトが止まっているようだ。停止してみろ。何かわかるかもしれない。分かってるよ。うわ、湧き出てるよ。うまいぞ。いただき。なんだろこれ。うるせえやつら。化け物退治に慣れてきたな。
その部屋だ。取ってみろ。リンコが使ってた特殊なバイクだ。すごいな。でも何が違うんだよ。霊的な侵食を防ぐ装置が積まれているらしい。これで霧を抜けられるはずだが。本当に大丈夫なのか。黙ってろ。今調べる。これ動かないぞ。まあガソリンが入ってないからな。それと特注のターボユニットが壊れてるな。こいつを動かすには大型のタービンホイールが必要だ。問題は次、冥界の香油だ。何それ。こいつはただのバイクじゃない。あの霧を通り抜けることができるバイクだぜ。あの世のオイルも混ぜてやる必要があるんだよ。それがない。じゃあそれはどこにあるの。知らん。知らないってどうにもならないじゃないか。電話だぜ。またどこかの世話焼きかもな。ずっと電話に張り付いていられないので、定期的に回線をつなぎボイスレコーダーの声を再生することにした。返事は結構だ。こちらの指示だけ聞いてくれ。この声、エドだ。ここにいるということはおそらくリンコのバイクを使うつもりだね。だけど冥界の交流がない。大体そんなところだろう。以前説明したけど、KK、どうせ忘れているんじゃないか。当たりだね。うっせ。冥界の交流はあの世の干渉がより強いところで手に入れることができる。あの世がはっきりと見えるくらいの場所だ。すぐに違いがわかるはずだ。探してみてくれ。以上だ。心当たりはある？いや、見晴らしのいい場所に行って目星をつけよう。この辺りだと御岳不動産ビルがいいかもな。エドっていつもあんな感じにボイスレコーダーで会話するの？まあよくやるな。長い時は1週間くらい喋らなかったぞ。だからある時お前の後ろに忍者がいるぞって言ってやったんだ。そしたら何か喋ったの？いや、忍者に関する音声を20分聞かされた。このバイク、すごい改造だね。そういうのが好きな奴らだからな。特にリンコはこだわりがすごい。あのバイクもそうだな。自分でロボット掃除機も作ってたな。掃除が死ぬほど嫌いだったってのが本当の理由だけどな。おい、新しい技教えてやろうか。今の状態なら覚えられるはずだぜ。
助けられてよかった。商店街か。俺はなんだかんだで利用するな。欲しいものはすぐに手に入る方が好きだ。行けるぞ。よし、辺りを調べてみようぜ。バイクのパーツを探さなきゃ。ガソリンとタービンホイール、それにあの鳥居だけ他と違うな。調べてみるか。高そうな車だ。あれならタービンホイールがあるんじゃねえか。ガソリンもありそうだね。目星はついた。あとはお前の頑張りだぜ。走るのは僕だからね。霧の中に長居するな。死んじまうぞ。どこから行こうか。お前の好きなところからでいいぜ。どれだけ見張りに走ってる。
おい、いいのがあるぞ。このタービンホイールは使えないな。型が違う。これでもダメ？リンクのやつ、替えの効かないもの使いやがって。こいつら。アキト、なんとかできるか。やってみる。全部片付ける。よくやった。また増えたか。大丈夫だ。まだ焦る必要はない。その調子だ。どんどん射抜け。今ので最後か。よかった。KKのところに行かなきゃ。いい腕だったぜ。やるじゃねえか。まあ、お前の体の中にいた方が落ち着くぜ。それは僕も同感だよ。バイクのパーツを探さなきゃ。とりあえず他のものを探すぞ。
負ける気がしないよ。気を引き締めろよ。タービンホイールが壊れてるから困ってるんじゃないか。あれはスーパーカークラスの部品を使ってるから普通の車じゃダメなんだ。スクランブル交差点の地下で車の展示会をやっている。 KK なら知っていると思ったんだけどね。俺なら知っている。とりあえず行ってみる。